皆様、はじめまして。こちらの動画は、橿原市に移住した先輩方にインタビューを行い、実際に移住した感想や移住に至る経緯などのお話をまとめたものです。参考になる部分もいっぱいあると思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。奈良県の北西部に位置し、県内第二の人口を誇るここ橿原市は、盆地であることから災害の心配が少なく、車がなくても移動がしやすいという特徴があります。きっかけはそうですね、もう家を買うことから始まって、あまりにも過疎地に行き過ぎると多分リスクも高いしってなったら、やっぱ転入者と転出者がある程度流動性高いところに行く、かつ田舎みたいな、自分たちの思ってる田舎っていう風に考えた方がいいなっていうところから、いろいろ情報を駆使してたどり着いたところがここなんですけど、古民家で仕事したくて7、8年ずっと探してたんですけど、ようやく今井町というところに出て、それで来ました。結婚する前から8年ぐらい同棲してて、その当時からなんかやっぱりちょっと移住したいねっていう話は出てて、いろんなところに旅行に行ったりとかしてたんですよ。その時は山形だったりとか群馬だったりとか長野とか、どちらかというと関東に近い方で考えていたんですね。最初は関西っていう考えはなかったですね。福島の南相馬にちょっとボランティアに行ったんです。でその時にやっぱ津波の後のすごい悲惨なところを見て、でそこから多分3年ぐらい本当マジ本当にこう海水浴とか行けなくなっちゃって、でそこからちょっと海からは離れたいっていうのがあって、山の方、まあ、長野とか奈良がそれで上がってきたのもありますね。せっかく移住するならやっぱ安全なところがいいねっていう話もやっぱり出てきまして、そういった意味で、まあ、探した時に、じゃあ長野行ったことあるから奈良も見に行こうかっていうところで見に来たのが初めだと思う。で京都とか奈良とかあいいなっていうぼんやりとした思いがあって、こう電車の路線図を見てたら、なんかここはちょうどなんかすごい路線が間違ってるから、ちょっとこう行ってみようって感じで、本当にだから何の前情報もなく来て、でたまたまいろいろな出会いとか、まあ、いろんな街を見ていく中でこの街がいいなっていうふうに聞いて、で引っ越してきたって感じ。もともと地元が橿原市で、もうずっとちっちゃい時からここで育って、もう結婚当初から、まあ、いつかは橿原市に、まあ、父と母の近くに帰ってきたいなってずっと話をしてて、家を決めてる間に、まあ、子供もできて、で一緒に3人でおじいちゃんおばあちゃんのいてるこの橿原市に帰ってこれたかなっていうところです。旅行が好きでやっぱりこういうところに住めたらいいなっていうのが移住の初めのねだと思います。きっかけはそれかな。奈良県内の観光地は結構行きましたね。橿原だけじゃなく他の有名どころもね、まあ、吉野の方にも行ったりとかね、そうそう、あと飛鳥で古墳見てみたいな、意外とやっぱりいろんな史跡とかそばにあるんで気軽に見に行ける、うん、まあ私たち橿原神宮が大好きなので、そこを散歩ついでになんかこう朝2人で歩いてってとかで、うん、夕方お散歩に行ったりとか。橿原神宮はこの子が生まれてからはまずお宮参りでお世話になってたりとか、今年3歳なので七五三のお参りでも行かせてもらったりとか。もともと歴史小説、司馬遼太郎とかの歴史小説を読んでて、だんだん時代遡って古代史のあたりを読むようになって非常に惹かれたんですね。694年から16年間ここに都があったんですね。でその大極殿跡、あそこが天皇がいらっしゃったところで、そこを中心にこう真四角に作られた、日本で初めて作られたこう都っていう感じなんですね。もうここ座ってるだけで幸せな気分になってきます。私ね、二条山が好きなんですよ。奥の二条山
の向こう側ですか、あの西方浄土って言って、ここに住んでた人たちは西の方に浄土があると考えてたので、非常にあの山見た時はこう感動しましたね。飛鳥の宮をこう見てたら、いやー、イルカもこのこっから見てたのかなとか、一層なんか、なんだかな、その時代に対する思いが積もってきますね。だからひょっとしたらイルカもこの丘に上がってたんじゃないかと。うねび山と二条山のこの重なり具合、この辺りが最高にいいんですよ。やはりその大津の御子の、あの悲劇の人生考えると、ちょっとあの二条山見ると胸があっと思ってしまいますね。もうあの特に飛鳥なんかですけども、あの遺跡とか古墳、そういうものがもうさりげなくあるんですよ。田んぼの中に普通にあったり、身構えた感じじゃなくて、歴史のその残りがみたいなのがもう自然と日常の中にどこにでもあるよっていう。京都にも大阪にも名古屋にもどこに行くんでもとっても便利で、でもそういう生活から離れた私の中での好きなところっていうのは、やっぱりこの辺一帯歩き回ること。自然の中に静かに時が流れてるなっていう感じ。飛鳥村のような昔ながらの景色も外せないけど、今の生活もやっぱりいろいろと私の心を満たしてくれるものがないと私はダメなんで、そういう部分では絶対ここがいい。飛鳥村とかに行ってもすごく心地がいいし、自分で勝手に生まれ変わって戻ってきたんじゃないかなっていう気はしてます。自分がちっちゃい時に家にいてて、なんか近所の人がこんなんなんか畑で作ったから持ってきたでとか、近くに住んでる親戚がなんかぼた餅作ったから分けてあげるわとか、なんか人間関係希薄とか最近言いますけど、なんかそれはそんなにここに住んでてちっちゃい頃から感じなかったかなって。橿原市大好きなので、地元が好きなので、それなら私は帰りたいなっていうので主人に相談したら、別にいいよってすごく快諾してくれたので。歩いてても夜とか特にあのオレンジっぽい光がぼわーっとこう灯るんですけど、なんか結構幻想的で雰囲気があるし、人もすごくあったかいし、ここにしてよかったなって思って。昔は多分そういうあのコミュニティがどこの地域でもあったと思うんですけれども、今そういうあの関係性が少なくなる中で、古き良きそういうご近所関係が残っているのが今以上なんじゃないかなと思います。そう、他の町と違って壁塀がないので家に、だからなんかなんとなくみんなでシェアハウスに一緒に住んでるみたいな雰囲気があって、あの前の廊下とか道路なんですけど、そこに本当にみんなよく出て、なんかいろいろ喋って井戸端会議して帰ってっていうので、すごくなんだろうな、本当に近い、びっくりするぐらい近い感じがします。北海道の人間がこの関西奈良にね突然やってきてっていうのは、やっぱりなかなかどう交われるのかなっていうのがあったけど、とっても受け入れてくれるけども、あのそれなりの距離感であんまり干渉しないっていうか、だから住み心地いいのかもしれないですよね。7年前ぐらいに、まあ、移住っていうか引っ越してきたっていうか、でここで大和八木ゲストハウス笑顔っていう宿泊施設を今やってます。私もゲストハウスの手伝いをしながら、建築事務所でを立ち上げてやってます。もともといつかゲストハウスやりたいなみたいな思いは僕があって、で
やるなら関西がいいなと思ってて、ユーソーハウスだけじゃないしね、それこそイベントもやるし、うんうん、っていうので、最近はこのゲストハウスと、まあ、あと町のイベントみたいなことに携わってて、まあ、それでいろいろ毎日日々なんか違うことしながら、いろんな人と関わりながら楽しくやってるっていう感じです。若い人が活躍できるような場にしていこうみたいな。でみんなが楽しんで、周りの人も楽しんでもらって、でちょっとずつちょっとずつ大きくしていこうっていうので、それがだんだん協力してくれる人が増えていって、会場も他にもできたりとか、ちょっとずつ増えていって、で今結構大きな規模になってきて、で協賛もしてくれる人も出てきたりとか、でちょっとずつちょっとずつ自分たちのやりたいイベントの形にしていってるって感じですよ。だからでどんどん面白い人が出てきたら街も面白くなっていくし、まあ、そういうなんていうんですかね、もう 趣味なんですけど、僕はこの人は商売やってる人もいるんですけど、まあ、そういういろんな人が関わってくれて、この街が面白くなっていったらいいなっていう。僕はこれ商売するって言っても、皆さんそんなか反発があるわけでもなく、むしろなんか心配してくれて、こんなんで食ってけんのかみたいな心配してくれたりとか、そういう周りがいい環境があって、もともとここの街がずっと商売されてた人が多かったみたいで、まあ、そういうのもあると思うんですけど、なんか普通によそから来たからといって何か困ったことは全然なくて、むしろいろいろ助けてくれたりとか、こんなあれでとか本当に皆さん親切にしてくれたんで、本当にこれぐらいの規模の街って本当に日本中どこでもあると思うんですけど、愛知の僕の住んでた街とそんなに規模感変わらなくて、だから何の違和感もなく住めてるっていう。だからこれぐらいの規模で住みたい人にとっては多分ちょうど今ちょっと一つになるんだろうなと思いますからね。住んでみて学校給食を考える会っていうのを作りはるときに一緒にこう僕も合流して、それが愛称は橿原給食カンガルーという、でそれの副代表に田んぼの作業員っていう、そういうそのネットワークを作ってくれたんです。3種類のコーヒー豆を毎月お届けしてるんですけど、毎月月替わりで送ってます。農薬を使ってないのとか、僕が味が美味しいっていうので、そういう観点で選んでいって、で3つのうち1つは必ず自分が今まで飲んだことのないコーヒーを選んでるんですね。こっちに来てから、あの前も今もそうなんですけど、一応通販専門でやってて、店がちょっと大阪で少ないから個人店個人店がすごい目立って、なんか大阪って埋もれて、ね、いっぱいありすぎて、コーヒーにしろ、そのさっきの山尾さんのお米にしろ、こう橿原市で作られたものをこう食べたり飲んだりしてもらうと、なんかこう橿原市がちょっと気になったり好きになったり、その同封されてるものとか袋を見て思いを馳せてもらって、そこはこう橿原市への移住へちょっとでも心を傾けてもらえたらなというのはあります。結婚を機にこちらの橿原市に移住してきました。高校卒業してパティシエの専門学校に行って、卒業してからパティシエをやって、東京とかパリで修行してこの店をオープンしました。旦那さんが仕事で北海道に住んでいて、出会ったのが北海道でした。で両親の仕事を継ぐってなったので奈良に帰ってきて、私もついてきた感じです。ずっとちっちゃい時から自分のお店を持つのが夢で、でこの奈良県に移住してきて、まあ、ちょうどいい物件を見つけて、周りも応援してくれたので、今がチャンスだと思ってやりました。勇気はいりました。やっぱ失敗とか怖かったんで勇気はいるんですけど、まあでもずっとちっちゃい時から夢だったので、周りに助けてもらいながらオープンしました。また橿原市には西日本最大級のイオンモールがあったり、幹線道路沿いには全国最大級の産地直売所やチェーン店もたくさんあるので、お買い物には困りません。奈良県立医科大学附属病院をはじめ医療環境も充実しており、お医者さんの数も人口に比べとても多く、万が一の時にも安心。橿原市の中だけで日常生活すべてを完結させられるでしょう。とは言いつつも外へのアクセスも抜群です。市の中心にはターミナル駅が2つもあり、大阪、京都、名古屋など大都市へも電車で簡単に行くことができます。車をお使いの場合も京都、和歌山、大阪方面にそれぞれ高速道路がつながっているので、休日お出かけの選択肢もさらに広がります。
そうですね、大阪にも出やすいですし、北の方に行くにも県内の入り口があるので北の方にも比較的行きやすいですし、まあ、やっぱりあの嫁の実家の近くっていうところで、柏原市選ばせてもらいました。自分の友達も今も住んでる子が多かったりとかするので、なんか安心して過ごせる場所なのかなと思って、だから好きですね。休みの日は、柏原のイオンモールによく行ったりします。買い物もそうですし、3階に滑り台があったりするので、まあ、そこも特に天気悪い日とかやったらそっち利用させてもらったりもしてます。真ん中の方が南町なんですけど、ここ今井町は駅も近いし病院も大きいところがあるし、で老学校も1本で電車で行けたりとか。私の住んでるところは小児科がまあなんか2個3個たくさんありますね。たくさんありますね。すごく日曜日も見てくださるところもあったりするので、急に熱が出たりとか風邪ひいてもなんかどこかで見てもらえたりとか、すごく、安心して過ごせるかなと思います。橿原市では未来を担う子どもたちが健やかに成長し笑顔に満ちた日々を送ることができるように様々な取り組みをしています。子ども広場や子育て支援センターは気軽に利用できて、保護者の方同士の交流や情報交換もできるでしょう。遊びの部分でも市内には公園がたくさんありますし、昆虫館や子ども科学館など遊びを通して知的好奇心を育むことができます。保護者の方の負担を減らすために子ども園でのおむつやお尻拭きの使い放題、お昼寝布団のサブスクが利用でき、保育料無償化の範囲も市独自で広げていて、子育てしやすい環境を制度面でも整えていけるよう常に話し合いを進めています。長女が6歳で次女が今1歳になります。いやもう心配というかもう大変ですね今は急に義務教育が入ってきたっていう感じで、子供が結構負担が大きい年になるんで、そのエネルギーを親が今受けてるっていう感じですね。でここはあの武団っていうものがあって、武団の中の各世帯の保護者で旗を持ってあの見守りをするみたいなのもあったりして、その辺の整備がすごく整ってるんで、もう集団登校で行ってます。都会行った時はある程度こう距離を探り合うみたいなところがあると思うんですけども、こっちはもう結構本当に下町って感じで、もうおばあちゃんたちもめっちゃ挨拶してくれるし、こっちも挨拶するし、なんか助け合えることもあるし、一緒に遊びに行ったりもするしっていうことで、すごい距離が近くて、私は逆にそれがすごい好きなんで、そういう距離でいると何かあった時に助け合いやすいっていうのもあるので、そこはすごい違うとこだなって一番感じてるところです。お隣さんの子たちが保育園前にガーってぐずってもみんなおばちゃんたち出てきて、どうしたこのりみたいな地域の方がこうみんなでまとまって子供を見れるっていうのがあるだけですごく安心だなと思います。土日とか夏休みとかもうプール出してくださって、この町の子供たちがそこのプールでわーって遊ばせていただいて、楽しい夏休み過ごさせてもらいました。橿原市がされてる施設で、あの子供を一時預かりで預かってくれるところで、うちもよくあのちょっと病院に自分が行くとか、ちょっとリフレッシュしたい時とかにあの1時間2時間とかから預かってもらってます。なかなか急にっていう時に預かってもらえないので、ここだとあの前日とかに電話して空きがあればあの預かってもらえるので、結構使いやすさは良かったかなと思って、で、まあ、近所だしで使ってます。あの預けた時は楽しそうにいつも遊んでます保育園とかよりも人数が少ないので、その分1人に対して2人とかでしっかり見てもらえるので、皆さん顔見知りというか、まあ、いつも大体同じメンバーなので
これでまあ安心して預けられるっていうのもありますね。住むが賢し橿原市、ぜひ橿原市に移住して自分ならではの賢しを見つけてみてください。いつでも橿原市は皆さんをお待ちしております。